三段シートを取り付けたほか、暴走車両の典型的改造が施された、オートバイ三段シートとは、オートバイのシートの一種。運転席と後部座席に段差を持つシートの後部を高くして、背もたれのような形状としたものを指す。タンクと運転者の着座部との間、後席乗員の着座部と運転者の着座部との間、後席乗員の背もたれの三つの段差があるので、 三段シートと呼ばれている。暴走族の車両1970年代、富裕層が乗るオートバイにおける改造手法の一つとして始まった。当初は自作によって製作されるのが主流であったが、一部業者が製造を始め、鉄板などの補強を講じて、背もたれ部分が次第に大型化していった。背もたれ部が高いものほど、重量や、 空気抵抗により、車体の走行性能が損なわれたり、高さ制限のある高架下の通行ができないこともある。また、保管場所に大きな空間を要するなど制約は多い。バリエーションとしては、背もたれが短い、ちょびさん、先端が角張った、破壊石散弾などがある。暴走族が乗るオートバイの装飾としては、ロケットカウルや絞りハンドルと並んで多く見られる。 背もたれの後ろは文字などで装飾されたり、自動車用オーディオのスピーカーを埋め込むこともある。ホンダモンキーやホンダ株などの原動機付き自転車の改造パーツとしても販売されている。ありがとうございます。